こんばんは、元男の子の青カノンです。今日はですね、この背景にいやらしいものが映ってるんですけども、今回は背景に映っているこのいやらしいもの50万円分を紹介していきます。で、先月ですね、私70万円分のヴィトンの購入品動画こちらに出てますが、紹介したんですね。で、その際にめちゃめちゃいろんな視聴者さんからご心配のお声いただきました。カノンちゃんってなんでいきなりこんなにお金使うようになったのみたいな。どうしたのいきなりっていう感じでびっくりされてしまったんですね。っていうのも男の子時代だから私が大学の時に初めてですね、家族からルイ・ヴィトンの財布をプレゼントされたんですね。したらさ、すっごい良かったの。もう、ほつれないし、丈夫だし、なんか上品だし、いいなーって。っていうこともあって、なんかヴィトンをちょっと見てみようっていうところから、前回の70万円分動画に繋がるんですけども、いきなり70万円も使う必要ないと思うんですよ。ただね、やっぱやるからには本気でやりたいし、あとはその、今まで私、その7年間女として生きてるんですけども、その間に私は全然ファッションとかにお金をかけてこなかったの。普通の同い年の、その年頃の女性の方たちが、ファッションにかける金額7年分って多分あのヴィトンの動画とか今回の動画ともしかしたらわかんないですけども変わらないかもしれないし、やっぱりそこそこみんな化粧品とかにもお金かけるじゃないですか。女性って大変だから、だからそれを省いてきた人生だったから、ある意味今回の動画で失われた7年間のお金を埋められるんじゃないか。でもなんかもう本当めちゃめちゃ理屈っぽいこと言いましたけども、単純に好きっていうのと、あとは持ってるとなんかシャキッと背筋伸びんの。こうなんか、俺はブランド持ってんだぜみたいな感じで、ロゴドーンみたいな、じゃなくて、シャキッと背筋なんの。なんか、ピシッとなんですよ。その感覚がすごいいいなと思ったの。ひとまずですね、先月、今月でこんなにお金を使ったから、3ヶ月目はお休みします。破産しちゃうんで、これ以上買っちゃうと。とりあえず、冬までお休みさせてください。ということで、早速、行っていきましょう。でね、これ、いただいたんですよね、この飲み、もの。ヴィトンの水。ひどくない？なんか新潟の妙高市っていう、あ、ヒカキンさんの地元じゃん。そう、妙高市の水です。なんか新しいヴィトンのジュエリーのデザインをあしらったアクアジャケットっていう、なんか、はい。飲まないです。記念ですね。じゃあ開けていきますよ。なんか多分小さめの箱の方から開けていった方が多分いいですよね。じゃあ一つ目から開けていきます。スル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 。こんな感じですね。ヴィトン。ちょっと使っちゃってるんですけども、私が、購入したのは、じゃん！はい。これはヴィトンのチャーム。っていうのも、普段編集とか外でしに行くときに、やっぱりリュックサックってめっちゃ YouTuber に重要だなと思って、これだとさ、まあ、確かにいいんだけども、なんかヴィトンみたいな感じで、結構主張が激しいんで、これをこうつけることによって、ちょっと上品さが加わるみたいな。なんか、そう、私ね、おしゃれ上級者でも全然ないからさ、さりげないヴィトンみたいな。いるじゃないですか、芸能人とかで。それの領域にまだ達せてないんですよね。とりあえず、ドーンでわかりやすいみたいな。まあ、でもすごい丈夫で、水に濡れてもいいから、やっぱヴィトンいいですよ。はい。これが商品名。ポルトクレ LV ファセット。料金が約4万円です。やばいよね。4万円のキーホルダーですよ。私だってこれ iPad とか Nintendo Switch 買いますからね。ではですね、次行きます。はい。これも、すいません。座ってます。もう我慢できなくなって。いきますよ。ほっ。そうです。ヴィトンの財布でございます。これは、ドーフィーヌっていうなんか新しいヴィトンのデザインのやつですよね。ポルトフォイユドーフィーヌコンパクトというお財布で約12万円 ?13 万円ぐらい。結構いい値段するんですけども、自分の誕生日にお財布を買いました。やっぱりここ近年ですね、キャッシュレス化が進んでいるので、大きな長財布よりかは、こういうコンパクトな財布の方が持ち運びにいいかなと思って、ここリバースモノグラム。で、これがモノグラムですね。で、金具。これがちょっとカジュアルですけども、ここで引き立ててくれてるっていうか、すごい引き締め効果で上品に見えますね。で、中、あんまり収納力はないですね。カードが1、2、3あるんですよ、実は。1、2、3。だから、6ポケット。で、この内側、この下にも入るようになってます。で、お札。こんな感じです。そんなにお札いっぱい入らないと思います。1000冊10枚ぐらいですかね。あとは、そう、これね、ビビったの。っていうのも、やっぱ今キャッシュレスだからさ、小銭とかもみんなあんま使わないんだろうね。絶対入んないんですよ、これ。店員さんに聞いたの。小銭はもう入れない前提でこれ作ってますよ、みたいな。むしろ逆に入れたら、形崩れるんでやめた方がいいっすよ、みたいな言われて。ああ、なるほど、っていう感じです。はい。はい、じゃあ次。
あ、お腹鳴った。ぶー。そしたら、これいこう。これはですね、何だと思います？実は。はい。グッチなんですよ。グッチの GGG アップルというコレクションがありまして、なんか遊び心を加えたコンセプトなんですよね。でね、こうやってグッチありますよね。これも私実は使ってるし、動画でも多分見えちゃったことあると思うんですけども。こんな感じになってますよね。さっ。さっさ、そうです。実は iPhone ケースです。iPhone XS 用のやつは前回の動画でお見せしたんですけども、それはヴィトンで、今回こっち11 Pro 用なんで、グッチにしました。これね、GG のモノグラムに、ちょっとね、これぷっくりしてる、リンゴなんですよ。GG アップル。3ミリぐらいプニプニ浮き上がってるんですよね。これすごいいいですね。水濡れとかにも結構強そうな材質なんですよ。しっかりしてますよね。なんか確かに、この GG アップルのこのリンゴちゃんがなかったら、少しだけグッチードーンみたいな感じですけども、これがあることによって、いい感じになんか垢抜けてないみたいな。そんな感じに見えません？これすごいお気に入りです。かわいい。で、これの値段が36,800円ですね。で、しかもこれオンライン限定なんで、店舗に行っても手に入んないんですよ。ただね、残念なことにこれ iPhone 11 Pro Max のサイズしかないんですよね。11 Pro とか 10S とかがなくて、なんで Max なんだろうみたいな。私もともと携帯ショップ働いてたんで、なんとなくわかるけど、Max とかプラスサイズとかのスマホって、ケース少ないんですよ。なのに相手でかいやつのスマホの限定発売にしたな、みたいな。なんかあるんでしょうけども、めちゃめちゃ気に入ってます。てか今回さ、すごい音質良くないですか？これ実はね、こういうマイク今使ってるんですよ。ちょっと、ラジオ DJ っぽい喋り声じゃない？こう、なんかいい感じのこもった感じの声で。っていうことで、いってイエーす。かわいい風。はい。これも多分視聴者さんは、ああ、これ見たことあるって感じだと思うんですけども。はい。ファッションジュエリーのヴィトンの、リングです。これもなんですけども、メッキなんですよね。だから、ああいうダイヤとかゴールドとか、もうそういうのじゃなくて、このファッション感覚で使ってねっていうやつで、カジュアルに、モノグラムが刻印されてて、で、前面にはこう、銀色の金属がこう、ルイ・ヴィトンになってますね。ピンクゴールです。商品名がリングナノグラムってやつで、料金が約5万円です。そう、なんか店員さんに最初、何色がいいですかねって言って、で、ゴールド、私買おうかなと思ってるんですけど、って言ったら、ゴールド私全然似合わなかったんですよね。っていうのも、やっぱりアジア人って肌の色がさ、ちょっと、まあ、こういう感じじゃないですか。だから、ピンクゴールドとか、こういう系の色のが合いますよっていうので、はい、買いました。っていう感じで。じゃあ次行きましょうか。もうやばいよ。もうパッパッパッパ行った方がいいですからね。じゃあ行きます。はい。これはですね、人生初のハイブランドの帽子です。店員さんに言われたの。帽子買うときに、帽子に9万円もかけるんですよ。ちゃんと試着した方がいいですよ、みたいな。っていうのも私が試着、ちょっと汗だくだったから恥ずかしくて、試着大丈夫ですって言ったら、いやいや、9万円もするんですからって。ああ、ヴィトンの店員さんも金銭感覚ちゃんと保ててんだな、あの方々って。あ、意外と普通の感覚持ってんなと思って少し安心したっていうので。はい。これがデニムのヴィトンの帽子でございます。料金が93,500円です。ボネ、ダミエ、ジャイアントウェーブモノグラム。実はですね、これメンズなんですよ。でさ、さっき言った、この、ヴィトンのロゴドーンみたいな、じゃなくて、これさりげないんですよね。ちょっとこれほら、モノグラム。これめっちゃさりげないんですよ。これちゃんと見ないと、これもう普通の帽子ですからね。でも、9万円ってやばいですよね。はい。これ裏側ですね。で、結構これ浅いんですよ。ちょっと被ってる映像をお見せします。どうぞ。浅くない？結構浅いですよね。なんか深くこう被って、ちょっとモード系っていうか目をこう深くするやつではないんですよ。浅く被ってピクニック行くぞみたいな感覚で被るタイプの帽子です。で、次はですね、これ行きましょう。人生初、自分で買ったプラダ。っていうのも、私、昔さ、ニューハーフクラブで働いてたじゃないですか。その時に働いてたお店のママが、私の誕生日にですね、プラダのパスケースみたいなのくれたんですよね。やっぱね、長持ちするんですよ。私、めちゃめちゃボロボロになりながらでも、ずっと使ってたんですけども、自分で、パスケースなんか100均とかで買ったやつだと、もうほんと1ヶ月ぐらいで擦り切れちゃうのに、こういうのだと、ほんと長持ちするから、そういう意味で、まあ、ある一定の金額のものって、やっぱ間違いではないんだなって思いましたね。安くていいものももちろんありますけども。ということでプラダ
開けていきます。これでかいですよ。はい、びっくりしないでくださいよ。ドン。はい、これはですね、あの帽子です。またまたお前帽子かよって感じなんですけども、帽子です。これさっきは浅い帽子って言ったじゃないですか。これバケットハットって言って、今ちょっと前に流行ったんですかね。結構いろんな美男美女が被ってますよね。これ有名な方とか、バケットハット、ここが深いから生きった感じに被るんです。はい、これいいですよね。ナイロン製なので結構耐久性に優れつつ、プラダのこのこれね、ロゴは綺麗。てっぺんは平らなんですよね。私結構深くかぶるからこう丸くなるんですけども、浅くかぶったらほんとコックさんみたいな感じでこう平らになるんですよ。こんな感じです。でもちょっと私これ好きじゃないんで、こうやって深くかぶって丸みを出します。でこれが値段がヴィトンのやつよりは少し値段が下がって53,900円。あ、高いですけど、まあなかなかいい値段なんでいっぱい使っていきたいなっていう感じですかね。で実際に被ってるのがこちらでございます。よいしょ。どうですか、結構かっこよくない？かわいいっていうよりかもかっこいい。でもやっぱりこのラグジュアリー感があるんですよ。ちょっとテカテカしてるから、だからちょっと綺麗めな女の人の格好でも合いそうな感じしますよね。ストリート系の服装にも多分もちろんそれは合うと思うんですけども、どうなんだろう、マジで本当にファッションセンスわかんないんで、なんかもうみんなが持ってるものとりあえず最初は買っといた方がいいかなみたいな、もうミーハーだからさ、どうにかしないといけないんだけど、そういうの。はい、したらですよ、最後の一品をお見せします。みんなびっくりすると思いますよ。こちらです。ドン。今回買ったもので多分一番高いのかな。開けます。お前もしかしてっていう感じの思うでしょう。このね、ほら袋が2つ。そうです、実は靴です。ヴィトンの靴を買いました。で前回買った靴はこれなんですよ。ヴィトンのタイムアウトラインっていうスニーカーなんですよね。こんな感じの。ちょっと、ぼってり、丸みがあって可愛らしくて、でも、なんか細く、足が細く見えるみたいな感じの。意外とモノグラムその主張してませんよって。まあ、これをちょっと今見てってください。はい。で、今回買ったのが、いきます。じゃーん！はい。色違いです。お前色違い買ったのかよみたいな。いや、ほんと、そうっすよね。っていうのもさ、私スニーカーすごい好きなんですよ。でね、だから毎日履きたくなっちゃうんですけども、毎日履いてると、まあ、スニーカーだからさ、すごい劣化が激しいと思うんですよね。まあ、お値段先に言いますが、12万円のスニーカーなんですよ。それを履いたらさ、ほら、こんな感じで擦り切れちゃうんですよ。こういうの見ると悲しくなってきちゃうんですけど、私の歩き方がいけないと思う。っていうのもあって、店員さんからも、やっぱり同じ靴を毎日ずっと履いてると、もう劣化激しいから、たまに休めなきゃいけないですよっていうので、あ、どうしようと思って。したら、ネットでね、そのまたヴィトン調べてたら、色違いでこれが出てたんですよ。もう一目惚れして、そう、私むしろ黒のが好きかも。なんか黒って引き締め効果あるから、こっちを履いてる方が足が細く見えるんですよね。あとね、こっちはさ、ルイ・ヴィトンってこっちにも書いてあるんですけども、こっちにも。白の背景に金だから目立ちにくいんですよ、文字がね。まあ、ここはすごい目立ちますが。逆に、こっちは金にルイ・ヴィトンって出てるから、すごい、わかるの。あ、ヴィトン履いてるみたいな。ただ背景はちょっとこれあれですけども、わかりにくい。黒と茶色だから。でも、見たら、まあ、感じで。あと、このね、黒がいいのは、ちょっとね、テカテカすんの、これ。ほら。まあ私は履いた後磨いてるんですよ。今まで靴磨きなんてしてこなかった人間なんですけど、ちゃんと靴磨きを してます。これ牛革なのかな？だから磨くとテカテカするんですよ。黒だからなおさらテカテカして、うわ、すげえ、めっちゃかっこいいじゃんっていうので、はい、履いてます。これは12万円。正式名称がタイムアウトラインスニーカーです。で、私、もともと男性だったし、身長170ってこともあって、この靴に関してはね、24.5 じゃなくて25センチにしました。ただ、やっぱね、ヴィトンさんってさ、海外の企業だからっていうのもあって、結構隙間があるから24.5でもいいのかな、日本人だったら。25センチの人だったら24.5でもいいのかなと思います。結構足幅狭いんで、私。だから、25センチの靴、よりは 24.5 の方が良かったかもしれないっていうぐらい結構余裕を持って履けますね。ここは意外とね分厚いんですよ。だから170センチに多分プラ4センチぐらい足されるけど、まあいいでしょう。やっぱね黒のが高級感あるな。個人的に黒がおすすめですかね。まあどっちもいろんな服装に合わせやすい無難な色って感じですかね。まあ
あー、でも個人的には黒が好きですっていう感じでですね、今回青木かのん人生で一番この短期間で散財をした2ヶ月間でした。まあ、しばらくは買えないですね。買えないので、まあ、今まで私がその女になって7年間全然自分にお金かけてこなかったっていうのもあって、あ、体を変える手術にお金かけましたよ、もちろん。っていうのもあって、まあ、体以外に全然お金かけてこなかったから、私と同い年のその年頃の女性たちが7年間でかけてる金額と多分同じぐらい、まあ、足りないのかな、私の方が。やっぱ女の人ってさ、美容院とか化粧台とかさ、デパコスとか私知らないし、買ったことないんですよ、デパコスっていうのを自分で。なんか化粧品とかも全然買わないし、服もでしょ？だから、ちょっと女性に追いつけたんかな、自分にかけたお金。そこで測ってもしょうもないんですけども。でも今回はですね、結構満足のいく買い物ができました。しばらくはですね、これを大切に使って、で、本当にお金が厳しくなったら、買い取りに出します。そうならないように、日々ですね、動画を頑張って更新しますので、今後とも応援よろしくお願いします。自分にお金をかけるってことはすごい大切だなって、やっぱりシャキってなるのはいいことだと思うんですよ。っていうのも、その私はそのルイ・ヴィトンとか、まあ、ハイブランドを身につけることによって、そのハイブランドに着られないようにする。要はハイブランド、あの人似合ってないよね、まだそれに見合わない見た目だよねっていう風に思われないように頑張らなきゃなっていう、自分にそのちょっとプレッシャーを与えるっていう意味でも、まあ、いいなって思ったんですよね。これを身につけることで、ちょっと背筋シャキッと伸びて、よし、もっと服装もメイクもなんか自分磨きも頑張っていこうってなれるんですよ。だから相手にこうやってドーン、ビトン、ドーン、ドーンじゃなくて、本当に気持ちの変化ですよね。それを私は大切にしたいなって思うんで、前回の動画でもコメントでもなんか見せつけて何が楽しいのとかもいろいろ言われるんですけども、まあ、このチャンネルはですね、私のこの性別が変わっていく、男から女になっていくその様をですね、全世界公開してるっていう感じで、私の心境の変化の一部でもこのファッションとかその小物とか揃えていくのになんか当てはまると思ったんで、今回お見せさせていただきました。またですね、動画これからも応援してくださる方は、ぜひ、グッドボタン、お願いします。あと、チャンネル登録もお願いします。最近ですね、インスタグラムも更新してますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。常識払って今飛び出す